それでは田村先生と一緒にアイスクリームをみんなで作りましょう。アイスクリームを作りましょう。卵を割って牛乳を入れてお砂糖も入れて、今日は何アイスにする？じゃあいちご入れようか。いちごを入れて冷凍庫に入れて、ひやひやひや、はーい、いちごアイスの出来上がり。どうぞ。